はい、よろしくお願いします。今回は数3の数列の極限2をお送りします。で、今回この6問やりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、前回から極限が始まって、まあ、それの問題演習みたいな感じになるんですが、まず、その発散とか、まあ、収束とか、まあ、振動もそうですけど、あの辺の意味が何だろうって思う方は、一個前の動画を確認してからね、ぜひ聞いてみてください。で、まあ、今回リミットが全部入ってますんで、N をね、無限大にしていくと。じゃあ、こいつ、その時どうなりますかっていう。まあ、4択ですよね。プラス方向に無限か、マイナス方向に無限か、どっかに収束、固まるか、あとは振動するかっていうね。まあ、振動方向じゃないけどね、その3つに該当しないかっていう。まあ、どれかになるわけなんですが、もう、これに関しては、マイナス 3N と8っていう、まあ、2つのパーツがあると。で、N が入ってない8に関しては、もう8は8だからさ。まあもう無視してもらって構わない。問題はこいつです。で、これが N が増え続けたら、マイナス 3N ってどうなるかなって考えていく。で、N はどんどん数が増えます。1、2、100、1万って増えていくと。その時、このマイナス 3N って、1ならマイナス 3、N が2だったらマイナス6、100ならマイナス300、1万ならマイナス3万。どう考えてもマイナス方向に、マイナス方向に、こうやって増え続けますよね、どんどん。ってことは、こいつがマイナスに増え続けるんであれば、全体考えた時もマイナスに増え続ける。つまり、この極限はマイナスに無限大ですよねっていう、こういう感じ。マイナス3万とかさ、マイナス300万とかなった時に、この8なんてもう微力じゃん。だからもう全然考えなくていいよっていう感じだね。で、2番は同じです。マイナス1は無視してもらって、この N だけ考えます。まあ、N はそのまま N なので、もちろん増え続ければ、どんどんね、この N は増え続けると。つまり、全体で考えた時も、プラス方向にどんどん増え続けるから、無限大だと。正の方向にね。で、3番、大事なのはこいつですね。これ今5とプラス N、N 分の2があって、まあ5は同じように無視します。大切なのはこっち。で、この分数ですね。分母の部分に N とかが入ってて、まあ分子の部分はね、その文字が入ってない。で、こいつ、どうなるかっていうと、まあね、前の動画でもちょっと言いましたけど、こいつは0に収束します。いいかな、0に収束する。なんでかっていうと、分母分数の、まあ、こう何でもいいんだけど、数字はね、2とかがあった時に、こいつがどん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 大きくなる。1分の2、2分の2、100分の2、1万分の2、1億分の2っていう。どんどん分母が増えれば増えるほど、小数っていうかちっちゃくなっていくんだよね。じゃあ小数が。ってことは0に近づいていくんで、こいつはだんだん0に収束すると。だから、その部分を0だと思って計算してもらって構わないです。こいつを0。でも5は5じゃん。だから全体で考えたときは5を足す0なんで、こいつは5に収束します。だから答え5って書いてください。いいかな。で、4番なんですが、まあ、これもね、前回の動画で出てきましたけど、こいつ N に1を入れるとマイナス3なんですよね。で、2を入れると9、次がマイナス27で81と、こうなってきます。つまり、数、3、9、27、81っていう数字だけ見たら数はでかくなってるんですけど、符号がマイナス、プラス、マイナス、プラスってなっていく。で、どっかに収束しないんだよね。どん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 大きくなっちゃうから、こういう感じで。つまり、正のとマイナス方向も無限とか、正の方向に無限とか、収束もしない。だから全部に当てはまんないんで、これは振動するって言います。ね。ちょっと先、何本かな ?3 本ぐらい先から無限等比数列やるんですけど、まあ、そこで詳しく勉強します。まあ、今はね、こういう時は振動するんだぐらいで覚えてもらえればいいと思いますので、まずこれ一応答え書いておきましょう。で、5、6ですね。ここが大事なとこになります。で、5番は、まあ、こことちょっとね、似てるんですよね。下に文字が入ってると。でも、問題が分子。上の部分にも文字が入ってる。この時は簡単にはいかないと。
で、どうするかっていうと、分母にも分子にも文字が入ってるとき、まず主役は分母です。いい。こっちを主役にしてください。で、しかもまあ文字のところね、基本的には。で、分母の文字の最大字数で割ってください。ね、これだけ聞くとさ、はってなると思うんですけど、今だったら N で割るの、全体を。で、例えば、こんな感じになってた時、何で割るって言ったら、分母が主役ね。分母っていうのは文字この2箇所あるんですけど、最大字数。字数ってのは何乗って部分。今、N の2乗が最大ですよね。こっち1乗だからさ。だから、最大なんで、全体、全部ね。ここもここもここも。全体を N の2乗で割るんです。いいかい？分母のね、こっちの最大字数だよ。こっちじゃなくてね。っていうルールがあるんで、まずこれ覚えておきましょう。まあ、詳しくはね、次回からまたやっていくんですが、まあ、ここは N しかないんでね、N で割りましょうと。で、そしたら、ちょっと待ってね、リミット。で、割ると、ここは約分されるから2。で、ここは N 分の1となります。で、上も、1マイナス N 分の3とこうなります。必ず全体を割ります。N で。で、そしたら何が起こるかっていうと、この状態が出来上がるんだよね。ここに。n 分の3も n 分の1も分母が n どん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 増え続ければ0に収束します、こいつら。だから0で考えていい。つまり、2プラス0は2、1マイナス0は1。つまり、こいつは下にかけるよね。2分の1に収束するよっていう。こういう解き方をしてください。いいかな？分母にも分子にも文字が入っているときは、分母の最大字数で割るっていうとこね。で、6番も、まあ、同じようにとかちょっとルールがあるんですけど、まあ、本当はね、わかるんだけど、6番。でもちゃんとしたやり方説明させてください。で、これ何が問題かっていうと、今、4N っていうパーツと、ちょっとマイナス無視するよ。3N2 乗っていうパーツがあります。で、N を増やし続ければ、当然 4N、プラス方向に増え続けますよね、こいつは。で、マイナス無視してね、3N2 乗も N を増え続ければ、3がくっついてるだけだから、プラス方向に増え続けると。つまり無限ね、両方とも。ってことは、マイナスがあるからさ、今普通にやると、無限、マイナス無限ってなってしまう。で、こうすると困ると。まあ、本当はわかるんだけど。で、これ、例えば、こっちの無限、左の無限の方が勢いがありますよってわかれば、こっちの方が強いからさ、こうやっていい？こっちの方が強ければ、強い方から弱い無限を引いたら強い方が残るからプラスなんですよ。これ全体としては。でも、もしこっちが強くなったら、マイナスの方が数がでかくなるんで、マイナス無限になっちゃうの。で、わかんねえと。じゃあどうするってなったら、こういう時は、ちょっと待ってね。今、N と N2 乗あるんで、大きい字数の方でくくり出します。今だったら N、N2 乗ですね。だから N2 乗でくくると、こうなって、中が N 分の4、マイナス3とこうなります。右入ってるか。オッケーオッケー。こうなる。で、何が起こるかって言ったらこれですね。N 分の4が出来上がるんで、ここが0です。こいつ0に収束します。で、N の2乗っていうのは当然プラス方向に無限ですね。こいつは。プラス方向に無限、これかける隠れてるから、かける0マイナス3、つまりマイナス3です。ってことは、無限にマイナスをかければ当然、マイナスになるので、全体としてもマイナス無限大になりますよと。これがちゃんとした解き方になります。で、なんでさっきからね、わかるわかるって言ってるかっていうと、これ、まあ、ついてる係数4とマイナス3、まあ、数は違うけど、大した差はないと。で、問題は、N と N2 乗ですよね。N をどん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 増やし続ける。例えば、2とかだったらさ、N は2、N2 乗4だからまあいいんだけど、100になれば、こっち100で、こっち1万に上がるんだよね。2乗ってどん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 数でかくなってれば、差が生まれるじゃん、N と。当然、3N2 乗の方が勢いがあるわけ、2乗だから。だからマイナスの方が強いんだよ、無限大はね。だから見た瞬間に、あ、こっちの方が絶対勢いあるじゃん。だからマイナス無限大でしょ、でももちろん構わないの。テストの時途中式なければ。いいんですけど、ちゃんとした解き方をすると、最大字数でくくり出すと。で、ちゃんとこうやって解いていく。
のが、まあ、ルールというかね、解き方になりますので、ひとまず、まあ、上4つは前回の復習がてらになってるんですけど、下2つの解き方ですね。ここ大事になりますので、確認してもらえたらと思います。では、今回はね、この6問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。